今日は最初にですね、私の方から30分弱 NICT の概要、それからハイライトですね、それから今後の方針について簡単にご説明をさせていただいて、その後岡村さんの方から特別講演ということで IoT サンフランシスコ、あ、これではないんですね、名前がちょっとタイトルが最新バージョンは変わっておりますけども、西海岸のホットな話題を提供していただけると聞いております。それでは最初にですね、私の方からNICT オープンハウス2018開催にあたってということで、 NICT の最近の様子と、それから今後の方向性についてお話しさせていただければと思います。実は私着任して、一つはNICT 非常に素晴らしい研究をいろんなところでやっておるんですけども、なかなか情報発信がうまくできてない部分が正直ありまして、広報の方たちに素晴らしいビデオを作っていただきました。で、今日は時間の関係で全部は見れないんですけども、最初の触りの部分だけちょっと見ていただきたいと思います。情報通信研究機構 NICT、 それは ICT の分野を専門とする我が国唯一の公的研究機関として、研究開発や産学官連携、事業振興などを総合的に行っている。その多岐にわたる研究の一部にアクセスしてみよう。まあ、アクセスしてみようで、ちょっと私止めてしまいましたけども、改めまして、少し NICT の、初めてこちらのオープンハウスにお見えになった方もいらっしゃると思いますので、概要を簡単にご説明させていただきます。まあ、NICT は我が国で ICT 分野を専門とする唯一の公的な研究機関で、2004年の4月1日から現在の情報通信研究機構となりました。古くは明治時代から無線通信の研究グループという形でスタートしておりまして、独立行政法人化、その後研究開発法人という形でスタートしております。約現在1000名ぐらいの方がいらっしゃいます。そのうち600名弱が研究者でございます。主に3つのタスクを仰せ使っております。1つはですね、もちろん筆頭には研究開発業務、この真ん中に緑色でこう出ておりますけども、それから左側にですね、これも今日会場でぜひご覧になっていただきたいと思いますけども、パブリックサービスとしての業務をやっておりまして、例えば日本標準時であったり、標準電波の送信業務、それから、例えばですね、宇宙天気予報、昨年太陽フレアの問題で大きくメディアに取り上げられましたけども、毎日宇宙天気予報のようなものも出しております。それから携帯電話やなんかの無線機器のですね、評価何かもやっております。それから、昨年の4月からですね、新しい業務の一環として、これは人材育成に関わるんですが、サイバーセキュリティの人材育成に関する演習等の業務、後で後ほどご紹介したいと思います。それから3番目にファンディングエージェンシーとしての、特徴もありまして、大学とか企業だけではなくて、日本には JST とか JSPS とかいろんなファンディングエージェンシーがございます。それとは違ってですね、民間企業、それから大学、または自治体等を含んだ一体した形でのですね、情報通信分野の研究開発の支援、特に例えば地域の課題解決を実践的に解決するようなプロジェクト等もですね、支援させていただいております。本日も実は会場3号館の奥の方でですね、実際にこういう実証実験をやられた方たちの発表もありますので、ぜひお時間あったら見ていただければと思っております。だいたい年間の予算が300億弱という形で動いております。で、NICT の中のさまざまな施設なんですけど、メインは本部が東京地区に、関東地区にあります。その他に京阪な、それから神戸の方ですね、いろいろな研究開発センターが散在しております。5つの研究所と10近くの研究センターが動いております。で、 NICT は毎年、毎回ですね、5年ごとに中長期計画っていうのを作っておりまして、
2016年から第4期中長期計画が動いております。で、5つのテーマ、私の着任する前に書かれた中長期計画なんですけども、非常によくできていると思っておるんですけども、見る、つなぐ、作るという、3つの動詞と、それから守る、開くという分野なんですけども、ワットがなかなか見えないんですけども、まず見るの方はセンシングですね、オブザベーションの技術、ゲリラ豪雨などの早期不足につながるリモートセンシング技術であったり、宇宙環境計測技術であったり、センシングに関わるいろいろな基盤技術を作っております。それからつなぐの方は、これは由緒正しくですね、光ファイバーから無線通信からあらゆるネットワーク関係のですね、革新的なネットワーク技術を開発しております。特に会場の奥の方ではですね、3号館の方、4号館後ろの方の会場では、大容量のマルティコアの光交換技術のデモンストレーションなんかも今回見ていただけると思います。世界記録を持っております。それから作るの部分は、まさに今データ利活用で AI、IoT の技術の融合が進んでおりますけども、データの利活用基盤分野で、いろいろ技術を作っております。その一つが多言語音声翻訳技術、今日ぜひ会場にいらした方たちにはダウンロードして帰っていただきたいソフトウェアがたくさんありまして、一つはオープンハウス 2018ICT で開く未来技術のパンフレットの真ん中にオープンハウスのソフトウェアがダウンロードできるページがありますけど、その他にもボイストラという31言語音声翻訳できるソフトウェアがありますので、ボイストラもぜひダウンロードしていただければと思います。それから4番目の守るですけども、サイバーセキュリティの分野では、こちらの会場でインタロップなどに参加された方たちは会場でデモをご覧になったかと思いますけども、非常にグローバルなレベルでの、セキュリティ技術もありますし、機関内での、セキュリティ技術、またはこういう端末でですねやるような技術、いろんな技術を作っております。それから軽量暗号、それから認証技術、こういうものも NICT がリードして作っております。で、最後の5番目が開くというフロンティア研究分野で、これは未来 ICT のチームが引っ張っていただいてるんですけども、新しいですね、量子光ネットワーク技術であったり、酸化ガリウムを利用するデバイスであったり、新紫外線を発光させるデバイスの開発技術、そういうものも基礎技術の方ですけども、そういうものも産業応用を目指して作っております。で、これが NICT の体制なんですけども、左側が研究群で研究をリードしていく研究所の集合体です。で、右側にですね、昨年の4月から研究開発成果を最大化、または産業界社会に実際的に社会還元を加速するためのグループとして、オープンイノベーション推進本部っていうのを作っていただいて、その中にですね、ソーシャルイノベーションユニットっていうのがございます。で、ここと左側とが連携しながらですね、いろいろな技術を社会還元していこうと、社会実装、テクノロジートランスファーを加速していこうということで、こういう研究センターが動いております。で、右側にありましたそのオープンイノベーション推進のための取り組みということで、産業界、地域社会、学術機関、海外、これらあらゆるステークホルダーとですね、連携しながら、私たちが持っているいろんな技術的アセットをですね、外へ出して新しい価値を作れればと思っております。で、これは私が着任してですね、運営方針で COC というのを掲げて NICT の中やっております。 C の最初の C はコラボレーションの C ですね。 O はオープンマインド、オープンイノベーション。から最後の C がチャレンジャーズスプリットっていうやつなんですけども、まずコラボレーションなんですけども、世界最先端の研究開発を推進していくためには、自主研究のみならず、非常に歴史的に NICT の中でやられている自前研究ですかね、自主研究。それだけではなくて、国内外の研究機関、企業、大学、自治体といったさまざまなステークホルダーとのコラボレーションを重視していきましょうと。それから特に私たちが言っ
ているのは専門分野以外とのコラボレーションも加速して、新しい分野ですね、 A と B と A の分野 B の分野の間の AB 分野を、まあ、うまく創出できないかということを狙ってください。からオープンイノベーションというのは先ほど出ておりましたけれども、オープンイノベーションをやるためにはオープンマインドが必要でして、まあ、オープンマインドでさまざまなステークホルダーとの活動を進めてくださいということと、技術的社会イノベーションによるイノベーションのエコシステムをまあ確立をしていただかないとですね、一度だけイノベーションができたそれで終わってしまっては全然意味がないので、イノベーションのエコシステムを特に人材育成の部分も含めてですね、本格的に取り組みましょうと言っております。それから最後はチャレンジャースプリットで、まあ、世界最先端の ICT を開発すべく絶えずチャレンジャー精神を持ってですね、 NICT の中には後でご説明しますが、世界1位を取っているチームがいるんですけども、さらにですねそれに満足せず新しい記録を打ち立てているチームがございます。で最初にじゃあまず頭のコラボレーションの方からいくつかの事例で、今日は本当に会場の中に、このパンフレット開いていただきますとたくさんの技術展示がございます。それから私たちと共同研究していただいている方たちの技術発表もありますし、明日は学生諸君たちのポスターセッションも用意されております。で本当に全部をご紹介したいんですけども、まあ、いくつか代表的な例を私の方でピックアップさせていただきました。特にですね最初の自動翻訳技術の高度化と社会展開ということで、長年、まあ、最初は ATR、NTT さん、NICT いろいろな形で音声翻訳の技術ができてきたわけですけど、いよいよその自動翻訳の精度が上がってまいりました。でこれをさらに、高度化する、精度を上げる、またはいろいろな応用分野に特化した形で、例えば、医療とか自動車とか IR 等の、民間または官で使われているいろいろなデータを収集することによって翻訳の精度を上げようと。で一つの機関がやってもなかなかうまくいきませんので、まあ、クラウドファンディングと同じようにコミュニティの力でですね、集合値の力でいろいろな A 社 B 社 M 県 N 府 Q 社いろいろなステークホルダーの方たちにですね、翻訳データを例えばですけど交通の分野、観光の分野、行政の分野のデータを入れていただいて、 NICT の自動翻訳技術の高度化、多文化対応化を進めまして、その結果、まあこのコミュニティ全体でですね、翻訳に関わるコストを低コスト化をすると、まあ、低コスト化だけではなくて生産性の向上に非常に貢献しているって事例がもう出てきておりまして、下訳の部分は今までより圧倒的に時間が短縮されて、最後のポリッシングをですね、人間がやっていただくと、そういう形にどんどん進化してきています。それから2つ目は工場の IoT 化に関する取り組みということで、これもドイツの DFKI の方に会長をやっていただきまして、フレキシブルファクトリーパートナーアライアンス FFPA と呼んでおりますけれども、日本の中においても工場内でいろいろな無線機器が使われるようになってきてるんですけども、実はいろいろな無線機器の干渉が起きています。ある日突然新しい機器が入ったために工場の自動搬送車の効率がうまく動かなくなったりとかですね、そういうトラブルがあるので、スムースなですね、オペレーションができるような安定した無線通信の普及により製造現場でのデータ収集であったり活用が促進できる枠組みを、無線 LAN の上位層にあたる部分を、標準化しようということで、今 IEEE802.1 ですかね、ここに提案する予定でチームを組んで動いています。もちろん企業の方たちにたくさんサポートいただいて、実際の工場の現場に研究者が行ってですね、どういう不具合が起きているかを計測してリアルなデータを持っております。でオムロンさん、村田機械さん、 NEC さん、富士通さん、三立オートメーションさん、 ATR などが参加をしてですね、動いております。から、3つ目が ASEAN IBO の例なんですけども、ASEAN 諸国との連携、実は NICT は従来からグローバルなコラボレーション、研究開発コラボレーションを進めておりまして、MOU で言いますと95機関ですかね、約30カ国95機関、
それからファンディングエージェンシーとして日欧共同プロジェクトであったり日米共同プロジェクトを進めておるんですけども、2015年から ASEAN 諸国の方たちとですねバーチャルな研究連携組織をスタートしていまして、 ASEAN の諸国それぞれのところの地域で起きている地域的な課題を ICT で解決していこうというプロジェクトを進めております。で、各プロジェクトは最低2カ国以上のメンバーが入っていただいて3年ぐらいプロジェクトを進めていただいているんですけども、現在、約参加者が100名プラスですかね、いろいろな形でステアリングのメンバーにもこの中から各国ですね2期間、20名以上たくさんの方たちがステアリングメンバーとして入ってですね、どういうテーマでやるかということで、IoT であったりセキュリティであったり、スマートアグリカルチャーであったりいろいろなあの地域に根ざした課題を解決するプロジェクトが動いております。だいたい約1件あたり4万ドルぐらいでやっておるんですけども、実はあの昨年からですね、会場にいらっしゃるかもしれませんが NEC の関係の会社の方がですね、ベトナムでの事例は非常にいいので我が社もこれに参加したいということですね、民間の方もマッチングファンド的にこういうプロジェクトの支援をいただいております。次にあのオープンマインド、オープンイノベーションの例でいくつか、お話をさせていただきますけども、一つ目があのサイバーセキュリティ人材の育成ということで、先ほど最初にお話したように2017年の4月1日からナショナルサイバートレーニングセンターというそのセキュリティ人材育成事業を始めたんですけど、どこがオープンイノベーションかと思われている方もいるかと思うんですけども、3つのプログラムが走っています。一つは、CIDAR という実践的サイバー防御演習、これは初級レベルと中級レベルの演習を47都道府県で約100回程度開催して、地方自治体の方または国家公務員の方、重要インフラに携わる方たちを約3000名年間、演習ですね、座学ではなくて実際に会場に来ていただいてマシンを叩いてですね演習をそれをやっていた。2つ目は東京オリンピックパラリンピック大会に向けての人材育成ということで、サイバーコロッセオってプログラムで中級または準上級コースを合わせて、開催していまして、年間200名ぐらいを目標にやっております。昨年度は最初のスタートで74名ぐらいが参加しました。で、最後がですね新しいプログラムなんですが、サッカーでいうとアンダー25っていう形で25歳以下の方を対象に1年かけてセキュリティのイノベーターとかスペシャリストを育成しようということで、約40名から50名ぐらいの方ですね、昨年は400名近くの方が手を挙げられて、ブラインドで、40名強の方を選んで39名の方が終了してますけども、一番若い方は10歳です。明日学生ポスターセッションがありますので、その方が学生ポスターあの出されますけども、何をやったかというとパケットフィルターを書くのに普通のコンピューターの言語ではあまり効率が良くないので高級言語を自分で定義してそれのインタープリターを最初作ったんです。で、そのパケットの解析するのがインタープリターだとまた遅いのでメンターの方がいやこれコンパイラーにした方がいいですよってことでコンパイラーも作られてですね、あの非常に若いイノベーターの方たちがあの育ってきています。それから同様にですね NICT ではあの2006年からですね情報通信ベンチャービジネスプランということでこういう、若手人材の発掘と育成をサポートしてきたんですね。スタートアップが、まだまだ支援されてない頃ですね、今はだいぶ改善されてると思いますけど、それを今では起業家甲子園万博ということで20名弱のメンターの方たちと地方予選をやってですね、最後3月にですね全国大会で優勝した方はこれは野田大臣から大臣賞をいただいている方の写真ですけども、あのいろいろなチームを育成しております。で、優秀な方にはシリコンバレーの起業家育成プログラムにも参加していただく。で、かつその多数の ICT 協賛企業の参加もいただいておりまして、この方たちの成果がですね外へ出てくるようなこともサポートさせていただいています。もう一つの例はあの実際に NICT のチームが作っ
ったツールとかソフトウェアですね、こういうものがライセンス提供されていまして、企業の方たちがそれに対するさらに付加価値を加えてまして、例えばですけども、サイバーセキュリティ研究室で作りましたニルバーナ会、このニルバーナ会の中をですね、大規模ユーザーへの拡張されたのが新日鉄住金のソリューションの方たち、これは商品化されています。同じように DIT の方たちは自動防御機能等の追加により新しい付加価値を提供したり、構造計画書の方たちは検知トラフィック再現の機能拡張という形で新しい形のツールとして世の中に出ています。これは最後の新しい例ですけども、 NICT の委託研究という形で企業の方、大学との方との連携でですね、ウェブ媒体型攻撃対策技術の実用化に向けた研究開発ということで、ちょっと時間がないので詳しくは説明できませんけれども、ウェブをクリックすることによって、マルウェアが最終的に自分のマシンに入ってきてしまって、他の例えば FTP のパスワードとかいろんな情報が抜き取られて、次なる二次的な攻撃を使われてしまうようなドライブバイダウンロード攻撃というのがありますけれども、こういうものを防御するためにブラウザーの中に、これ立ちこまリアライズって新しい、パッケージをダウンロードしていただきますと、みんなの力でこういう、ドライブバイ攻撃をディテクトしてですね、ある種ディフェンダーズムーブメントを起こしましょうなんてことをやっております。で、最後、だいぶ時間が迫ってきたんですけど、チャレンジャーズスプリットということで、ちょっと早口になってしまいますけども、 NICT が誇るその世界最先端の技術、今日いろんな会場でご覧になれると思いますので、私が2ミニットトークではなくて10秒トークぐらいですね、一つずつ簡単に説明しますけども、これは日本で、世界で初めてですね、超小型衛星、これがそのソクラテスって衛星なんですけども、このソータ、今日会場では V ソータっていう、もっと小さくした V の略は何ですかって聞いたらベリースモールだって言うんで、じゃあその次は U ソータでウルトラスモールができるんですねって話をしたんですけども、光光子を一個一個レベルでですね、600キロの上空から地上局へ転送してですね、量子通信をする技術を確立しています。これもモックアップが出てますので、実際に現場で見ていただきますと非常にリアリティがあると思います。2つ目の世界記録は、これはネットワークのチームがさまざまなマルティコアファイバーの技術を作っておりまして、現在ではもう36コアファイバーまでできているんですけども、 CPU のマルティコアは皆さん毎日お聞きになっていると思うんですけども、光ファイバーの中もたくさんのコアが作られています。で、その複数のコアを A と B、 B と C とつなげようとするとスイッチングしなければいけないんですけども、マルティコアでスイッチングする技術を NICT では作っておりまして、世界記録1回目が 53.3 テラビットですね。これが7コアのファイバーでやったと聞いております。で、その後さらにですね、満足せずに次は 83.3 テラビットでスイッチングできるということで、このスイッチングのデモも実際に会場でご覧になれると思います。次が太陽フレア、宇宙天気予報の予測技術の向上なんですけども、これもですね、昨年9月に起きました、最大の X 線強度が通常の1000倍以上になる X9.3 クラスっていうそうですけども、これに関してですね、いろいろなメディア取材なんかがあったんですけど、本日 のオープンハウスでは実際にこの宇宙天気予報の部屋を公開しておりますので、ぜひご覧になっていただければと。いや、どういうところで使うのかって質問をよく受けるんですけども、飛行機に乗ってヨーロッパに行かれる方たちは、例えばアメリカでもいいんですけど、北極の上を通りますと、例えば飛行機の通信機能が非常に劣化してしまうんですね、こういう太陽フレアが起きると。ですから、イカオっていう民間の航空機の、航空連盟ですかね、そういう、飛行機会社の方たちは敏感にですね、この X フレアの情報が必要でして、それを使ってナビゲーションをしております。より安全にフライトができるようにということで、宇宙天気予報、そういう意味ではいろんな商業利用が必要になってきております。もちろんこういうフレアが出ると GPS にも影響が出ますので、これをですね、実は
今話題のディープラーニングを使って発生確率予測モデルを、まあ、データを向上したっていうお話が聞けると思います。それから4番目がセキュリティチームの方なんですけども、皆さんが お聞きになっているように量子コンピューターとか量子アニーリングがだいぶいろんな実用に近づいてきているわけですけども、その量子コンピューターでも解読が難しいと言われている新しい対量子暗号系っていうのが世界各国で作られてるんですけども、アメリカの、まあ、NICT よりは少し規模が大きいですけど国立標準技術研究所 NIST の方で今公募しています。日本からも多数応募があって、その一次審査通ったのが3件あるんですけど、そのうちの一つがこのロータスっていう新しい光子理論に基づく暗号系で、その話も実際にお聞きできると思います。で5番目がこれはシーネットという大阪大学のキャンパスの中にある脳情報科学の研究所なんですけども、脳情報を読み解く技術っていうのを作っております。でこの例えば人間が動画を見た場合、いろいろ脳の一部分が活発に活動するわけですけども、この活動状態を計測してですね、何が起きているかを理解しようと。で実際にですね、今どういうことができているかというと、この脳の情報だけを持ってリバース変換をしてどういう映像を見てたのかというのを、見るのが今下の部分なんですけども、よいしょ、左側がグランドトゥルースですね。これを見てるのではないかというのを脳のデータからジェネレートしたものがこれです。まあ、顔までは当然難しいんですけど、もわっとした形で何らかのオブジェクトだと、こういう画像をデコーディングしようという技術と、それからこれが一体何であるかという文章の生成ですね、 A man stand in front of wall っていう、まあ、こういう文章もジェネレートできるような技術が2016年18年にかけてできてきています。それから最後は対話のシステムなんですけども、日本では最近スマートスピーカーが非常に実用化されていて、日本語化もされたので皆様のリビングルームにも入っているかもしれませんけども、まだまだその私たちとのインタラクションというのは限られた語彙であったり文脈でしかできないんですけども、これはウェブ上にある40億ページのデータをですね取り込んで、大規模ウェブ情報分析システムということで、今までは対災害にディサーナとかディサムって技術を NICT では作っておりました。でそれをもう少し汎用化したものがウィズダム X ってことで、これも会場でですね、現場でデモンストレーションができてますので、ぜひご覧になっていただければと思います。 iPS 細胞ができると嬉しいねっていうとですね、質問文を入れなくてもそれに対する何らかの回答が返ってきます。ぜひ見ていただければと。で最後ちょっと時間がタイトなんですけども、これからの方向性を少し簡単にご紹介できればと思っています。これは縦軸が外部連携内部連携、横軸がまあピュアに研究志向の部分と、もう少し右側が実践地プラクティカルな部分なんですけども、私たちはここにちょっと書いてありますけども、次の中長期に向けての重要な研究テーマを皆さんの知恵で議論しようということで、オープンサミットってものをスタートさせています。 NICT オープンサミットバツバツバツと。で同じようにですね、 NICT だけがいろんな難しい問題に対してアタックしているわけではなくて、いろんな方たちがアタックしてますので、社会的課題解決に向けての NICT オープンチャレンジっていうものを作ろうと思っています。ご存知の方はその DARPA が DARPA チャレンジ、グランドチャレンジをやって自動運転非常に加速したんですけども、テスティングインザワイルド、実際の環境でいろんな技術をテストする、そういうことに向けてこういうチャレンジ方式が有効だなと思っておりまして、オープンチャレンジ XXX っていうのを今年発表できればと思っております。でイメージをちょっとまとめてありますので、まあ実際にはいろんな技術的な課題、これ今詰めておりますけども、それらをですねオープンなコンペティションな形で広くですね一般に、今例えばやられているのはブロックチェーンの新しいコンセンサスアルゴリズムのコンペティションもありますし、画像に先ほどの画像認識のようなものもありますし、今日多分
会場の中のポスターの中に出てるかもしれませんけれども、道路の白線のかすれ具合や何かを認識するようなアルゴリズムのコンペティションなんかも設定されています。いろいろな形でチャレンジ型のテーマを設定してオープンコンペティションの形式で社会実装を進めていきたいと。2つ目がオープンコネクティビティって呼んでおるんですけども、実際にはさまざまな研究者の方、組織、NICT との連携を今までもやっていただいてたんですけども、NICT パートナーのような形でグループコミュニティを形成してですね、起業家甲子園とか万博の出場者および企業の方、セックハック365の若い修了者の方々、または委託研究の受託者の方々などと、コミュニティを作ってですね、さらに、オープンイノベーションを進められたらと思っています。からこれは昨年もやっておりますけども、オープンアイデアソンということで、特に地域の人々や組織とのつながりを強化してですね、地域活動への貢献と新たな研究課題の発掘を目的として、地域における社会的課題解決に向けたアイデアソン、これは北陸でやったアイデアソンの例ですけども、石川県でやりましたけども、技術系の方ではだけではなくて美大の方にも来ていただいて実際に絵を描いていただいたりですね、例えばアイデア例では北陸人のライフログをウェアラブル経由でデータベースに蓄積活用するサービスなんていうのを作っていただいたりしています。最後にオープンサミットということで、これは本当に重要な NICT、 日本の社会、世界の社会にとって大事な ICT に関するテーマをですね、いろいろな研究者に集まっていただいて、深くですね1泊2日ぐらいのワークショップの形で議論する、そういう場をオープンサミットとして作っていただいければと思っております。ちょっと最後駆け足になりましたけども、非常に多くの技術的な展示であったり、学生の方たちのポスターであったり、研究者の講演であったり、サイエンストークであったり、ラボツアーが用意されておりますので、ぜひ今日一日また明日も含めてですね、エンジョイしていただければと思っております。ご清聴ありがとうございました。この後特別講演がありますので、ぜひこのまま、特別講演もお聞きいただければと思っています。ご清聴ありがとうございました。